ちは、リリークッキングのプリンです。今日は電子レンジで簡単蒸し豚しゃぶしゃぶを作りましょう。これがあったら楽ちん、ストックバージョンのレシピ付きです。早速始めましょう。材料はこちら、ほうれん草1/2束、えのきだけ1/2束、豚しゃぶ肉 100g を使用します。日本酒大さじ2杯、七味です。ほうれん草は洗い、根元を取り、茎を1/3にカットしております。この時期のほうれん草は夏のものと比べて栄養価が高く甘みを増してとっても美味しいんです。買いたての美味しいうちに手早く調理をしましょう。次はえのきだけです。軸を取ったえのきだけを1/2にカットします。このえのきだけ、野生種は茶褐色だそうです。カロリーはほとんどありませんが、ビタミン、ナイアシン、カリウム、マグネシウム、鉄、亜鉛などが含まれ、ビタミンの含有量は椎茸以上です。次は豚しゃぶ肉、薄めのロース、バラ肉でも OK です。それから風味を良くし、お肉を柔らかくする日本酒、お好みで七味も用意しております。さあ始めましょう。器は電子レンジでかけられる大きいものを用意してください。そこにカットしたほうれん草を並べていきます。じゃんじゃんわんわん並べていきましょう。このレシピを誕生したきっかけは、しゃぶしゃぶが大好きな姉妹で、いつも食べたいけれどもちょっと準備が手間かかって、しかもしゃぶ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 してるのに、いろいろ道具を揃えなきゃいけないし、めんどくさいなって思ったからです。手軽にできたら最高ということで、上にえのきだけをかけていきましょう。パラ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 っとまんべんなくかけていきますよ。まんべんなくないけれども、まあいっかということで、えのきだけは束を少しほぐしながらざっとのせていきます。えのきだけの代わりに他のキノコでも OK です。しいたけ、まいたけ、しめじなども美味しいですね。今回はキノコが苦手だけれども唯一えのきだけが食べられる盆栽ちゃんの要望にお応えして作りました。続いて豚肉を並べていきます。ちょっと面倒なんだけれども、このひと手間が美味しく作るコツ。お肉を広げながら並べていきます。豚しゃぶ用のお肉を使用しておりますが、このように脂身が多い豚しゃぶですので、バラ肉も OK です。あっさりめがお好みな方はロース肉、ちょっと薄切りのものをご用意ください。もちろんお財布に余裕がある方は牛肉でも OK ですよ。ただしお財布に余裕があるからといって、分厚めのお肉よりはちょっと薄めのお肉の方が美味しいですからね。そう、このレシピが初めて完成した時はいちいち席を立たずに美味しく食卓を囲めることに感動しました。さて続いて日本酒を入れていきます。日本酒は香りを良くします。お肉も柔らかくしますので絶対に入れてください。アルコール分は加熱すると蒸発しますので、お子様でも問題ありませんよ。全体に回しかけましょう。続いて私の大好きなやげん堀の七味を入れていきます。このひょうたんのフォルムが可愛くって、もちろん善光寺の七味でもとっても美味しいと思います。皆さんはどんな七味がお好みですか？教えてくださいね。続いてふんわりラップをかけていきます。ふんわりラップはどういうこと？少し一部隙間を開けてくださいね。程よい水分と程よい抜け感があり、美味しく蒸らせます。電子レンジで600ワット5分加熱していきます。蒸し上がりましたよ。この時に一つポイントがあります。お肉がピンクでないかチェックをしましょう。熱々を取りたい方は軍手をしてからそっとラップを外しましょう。一息を受ける方は少し粗熱が取れてからラップを外しましょう。とにかく火傷には気をつけてくださいね。そっと片側のラップを外します。一部外してから反対側をぐーっと持ち上げていきます。そうすると一気に熱が上がらないので火傷しないで美味しく食べられますよ。食べる前に火傷しちゃった日にはご飯の美味しさも半減しちゃいますよね。まあこれ手だけじゃなくて、よく熱々のものを口の中に頬張り火傷して後悔、
美味しく食べるはずの料理が美味しくなくなっちゃってなんてこともよくあるプリン先生です。少々せっかちでおっちょこちょいです。ほうれん草の他には小松菜や水菜などもとってもよく合いますよ。そして豚しゃぶを食べるタレを作っていきましょう。今回味ぼんです。今回は味ぼんを使います。ポン酢はお好みのものを使ってください。馬路村のポン酢も美味しいですね。柚子の里というポン酢も美味しいですよ。このポン酢だれただで食べるわけにはいきません。食いしん坊はより美味しく食べましょう。と一手間すりごまを入れます。うちすりごまはないけれども粒のごまならあるよ。そんな方には手ですりごまを作りましょう。つぶつぶのごまを指先で潰します。あーれびっくり、ふわっとごまの香りが漂ってとっても美味しいすりごまができるんです。なんたって鮮度抜群ですからね。まあ自分で食べるときは自分の指でおろしたすりごまでも問題ないでしょう。お客様におもてなしするときは手をアルコール消毒するか手袋をして潰してもいいかもしれませんね。お箸でくるくるポン酢とごまを混ぜ合わせたらタレの完了です。もうあとは出来たて熱々をいただくのみ。それではいただきます。美味しく食べる最後のコツをお伝えします。ほうれん草、えのきだけ、豚肉を一緒に掴んでポン酢ごまだれへダイブ、そしてパクリ。たまらんこのハーモニー。続いてストック用の豚しゃぶのレシピをお教えします。このレシピ1/2/1/2って余って冷蔵庫でカラカラになって腐らせちゃって終わるだけじゃない。そんなあなたに朗報です。一緒にまとめてストック分も作りましょう。電子レンジで加熱できる容器をご用意ください。先ほどと同じように下処理をした材料を使っていきます。ほうれん草は加熱するとちっちゃくなるのでぎゅう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 押し込んでいきます。いつかの山手線の満員電車のようにぎゅう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 押し込んでいきますよ。西武池袋線の石神駅では駅員さんがお客さんをぎゅう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 押し込んでいました。あれは衝撃的な光景でしたね。とにかくこのぎゅうぎゅうがいいんです。なぜならば野菜は水分をとっても多く含んでいるので加熱するとちっちゃくなってしまうんです。葉と茎とバランスよく入れましょう。お弁当に持って行ってもよし、明日食べてもよし。加熱すれば冷蔵庫で3日美味しく食べられると思います。味のレパートリーも教えしますよ。ほうれん草の上には先ほどと同じように下処理したえのきだけをまたぎゅう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 詰めていきます。このえのきだけ加熱しすぎると歯ごたえも風味も損なわれるので火を通しすぎないように注意をしてください。買ってすぐは張り切ってお料理に使いますが、残り1/2となるとどうしても残ってしまうんです。あれは何ですかね。時間が経てば経つほど元気がなくなり、より食べる気がなくなってしまいます。そんなあなたに、そんな私にぴったりなレシピでございます。豆料理ができる方はこの必要はありませんので作らなくていいと思います。今回は電子レンジを使っておりますが、フライパンに並べて蒸ししゃぶ美味しいですよ。テーブルには鍋敷きを敷いてフライパンごとドン。みんなで一緒に楽しく食べられる蒸ししゃぶしゃぶです。アクを取ったり、次お肉が足りない、ほうれん草が足りない、キノコが足りないって忙しいしゃぶしゃぶよりもみんなが笑顔で食卓平和。続いてお塩をご準備ください。パラリパラリと全体にかけていきます。クレイジーソルトでもアンデスのお塩でもなんとかの岩塩でも何でもいいです。続きましてごま油ちゃんを入れていきます。辛いものが好きな方はラー油を足しても美味しいと思います。太白ごま油でも美味しいです。香りがないオイルでもとっても美味しいです。ごま油の風味って食欲をかきたてますよね。たらーっと回しかけます。続いてその場でプチプチすりごまをかけていきます。黒ごまちゃんでも大丈夫ですよ。白ちゃんでも黒ちゃんでもとっても美味しいです。徐々に徐々に適当な先生って
バレてしまってますかね。すみません。ここからプリン先生流ひと手間アレンジ、じゃじゃーん。今日は飛騨高山の山椒をかけていきます。山椒ってうなぎ以外にもかけると美味しいんですよ。中華風の山椒でも美味しいです。ブラックペッパーでも一味でも美味しいです。ニンニクも美味しいですね。あ、生姜もいいですね。ご自身でお好みの味付けにして最高のレシピに仕上げてください。残りの2つにもお塩をかけました。続いてカレーの風味漂うターメリックパウダーをかけていきます。使わないとずっと置きっぱなしになってしまうターメリックパウダー、実はポテンシャルが高いすごいやつなんです。そしてターメリックパウダーと相性の良いガーリックパウダーをかけていきます。生ニンニクでも美味しいですね。食欲を足したい時にはスパイスがおすすめです。それから最後にオリーブオイルを回しかけます。井上製香園のオリーブオイルを使っております。小豆島で採れるとても美味しいオリーブオイルです。ところでプリン先生、先ほどのお皿のしゃぶしゃぶはオイルなんて一つもかけてなかったのに、なんで今更とお気づきでしょうか。時間が経っても美味しいように風味が損なわれないように油の膜を張って味や鮮度をコーティングしております。オイルは旨味を守り乾燥を防ぎます。オイルは体に悪いイメージがあって怖くて取りたくないという方いらっしゃいますか。昔から比べた食の変化により取りすぎが問題視されているだけで必要な栄養素であります。細胞膜やコレステロールやホルモンなどの材料として欠かすことのできないものなのです。上手に選ぶと体が元気になりますよ。ここで最後の一つはシンプルに塩と胡椒、そしてごま油をかけていきます。そう、この組み合わせ検索しているとよく出てくる無限〇〇レシピの組み合わせです。塩と胡椒とごま油があれば美味しくなること間違いなし。続いて豚肉を乗せていきます。先に調味料をかけた理由はキノコにも野菜にも豚肉にも両方に味が染み込むように調味料を間にサンドしました。皆さんは豚肉が疲労回復、スタミナのビタミンと呼ばれているのはご存知ですか。ビタミン B1 を豊富に含んでいる豚肉、牛肉や鶏肉には少ない栄養素です。質をエネルギーに変えるのに欠かせない成分なので米を主食とする日本人にはうってつけです。また豚肉の脂肪は体に悪そうに見えますが、実は悪玉コレステロールの減少、動脈硬化の予防、心疾患予防などが期待できます。ただし食べ過ぎには注意をしてくださいね。さらにビタミン A、B2、E も含んでいるので体液や血液、骨など体を構成する成分を補ってくれます。皆さんビタミンパワーをとって元気いっぱい美味しくエネルギー補給をしましょう。美味しい料理というものは栄養素がたくさん詰まっているので旨味が多いんです。日本酒を大さじ2杯3つのタッパーに回しかけて入れていきます。先ほど申した通りお酒には旨味とお肉を柔らかく臭みを取る効果があります。白ワインなど別のお酒をかけても美味しいですね。彩りに人参やパプリカを入れても綺麗です。蓋をずらして重ねていきます。ぴったりと密閉せず少しずらして電子レンジで約6分。お肉がピンクの状態がないか確認してください。あんなにぎゅうぎゅうに入れたのにしんなりとお上品な量になっております。保存を高めるためにアルコールをシュッシュ噴霧します。食品対応のアルコールを使ってくださいね。皆さんできましたか。作った方よく頑張りました。生活向上、時短で自分の時間が持てて日々の生活がより豊かに幸せになれば嬉しいです。皆さん今回もご視聴本当に本当にありがとうございました。またね。